スウェーデンに行きます。ユフィは何しにスウェーデンへ。成田空港からスウェーデンへ出発。すき焼きからの照り焼き。はい、経由のヘルシンキに到着しました。今からヘルシンキからストックホルム行きの飛行機に乗るためにもう一回入国審査を受けたいと思います。ちょっとドキドキなんですけど行ってきます。ストックホルムの空港に着きました。満席でちょっとビビった。夢いっぱい。無造作のパン。やば、バナナかかってるよ。日本にはない食材がいっぱいでワクワクだね。ロブスターとかトナカイ用のソースなのかな。2日目ネムレスちゃんのリクエストの場所。急に日が出てきて神々しくなりました。ストックホルムの中心地なのかな。オールドタウン、オールドタウンだから、ストックホルムのノーベル博物館と海と宮殿シナモンロールですか。本番を食べに来ました。これからサンドビーケに3時間かけて出発します。ノンストップでビーケンに直行。すごい、あの木の匂いがすごいいい感じ。おしゃれじゃない。Go around the table. Tell who we are and which role we have in all of this. I'm glad to come to Sweden and join this project. Thank you. Thank you. すごく英語。おはようございます。今は朝の7時半過ぎたかな。7時半が日の出なのでもう明る、外明るくなってます。今から朝ごはんを食べに行きます。森が多いから北欧の朝って感じがしてめっちゃいいです。雰囲気ある。
スウェーデンの朝ごはんは何があるかな？オレンジジュースがちゃんと粒が入ってて、マジで本当にフレッシュジュースって感じでうまいです。いただきます。2日目の朝、うん、しょっぱい。ついさっき、うちで用意してもらった釘バットもらいました。いい感じ。今から逆行や。出発。します。あ、めっちゃ逆行だ。出発します。でも逆行だって。めっちゃ逆行。街並みが可愛いけど、ほとんど森ばっかりで、めちゃくちゃど田舎です。傘強い。あ、下に来てるの。どこ、ここ？イエーイ。あ、3人揃った。急にやる。サリちゃんが車で教えてくれたガルーラのポーズだよ。サンドビーケンの会場に到着しました。わ、すごい色。まずは会場の下見。なるほど、平たいのね、ステージ。フルーツ担当なの。最高の仕事もらいました。姉の分と2人分なんだけど、どっちもガルーダユヒって書いてあって、とりあえず私がガルーダです。今からね、事前物販、マイ物販、マイ物販、マイ物販行きます。マイ物販行くよ。初日、初日マイ物販。それでは物販始めます。よろしくお願いします。お願いします。いらっしゃいませ。かわいい。タイだ。タイです。オールドスクールアイドルチェキは、こっちハート作って、こっちのチェキ買おう。タイだ、ハート作って。かわいい。イエーイ。ビデオ、ビデオ。アリーだよ。アリーでーす。いつも日本にいるよ。すごい。今朝の8時半だけど、すごい朝日が綺麗です。最高。寒い。長袖一枚、めっちゃ寒い。見て、もうね、道路がすごい広くて、めっちゃ綺麗。こんな感じで森の中から朝日が出てくるから、本当になんかもう夢見てる、そのまんま。ザクザクしてる。ザクザク。雪だ。てててててて。ガルーダ羽根草特注。なんか直前の前楽屋がバックヤードにあります。裏から見てもスクリーンが綺麗。これはネムレスちゃんが使うスクリーンです。なんか普段はきっと公民館的な感じでお芝居とかここでやってるんだと思います。撮っちゃう、2人を撮った。ステージどうですか？めっちゃ緊張してるけど、今ねステージの設営見てちょっと安心した。バババーン、綺麗。これから何をする？リハーサルが始まります。なかなか始まりません。
いろいろうまくできると不安。頑張ります。今からライブするけど、またこの3人でどっか行きたい。なんかすごい3人とも全然違うけど、なんかすごい。そう、ストレスなかった。打てのに関してはね、みんなうるせえと思ってるかもしれないけど。なんか一人うるさいのがいたといいよね。うるさいの。うるさい。うてにゃんの映像。投影されました。あと本番までちょっとしかないけど綺麗です。すごくいいじゃん。